まずはここまでたどり着けました。あなたのおかげです。この壁の向こうが未明領域、遥かな過去に虚空より飛来しムーンセルに食い込んだ幽星の内部です。本来ならシステム管理者である私でさえ立ち入れない領域ですが、あなたの助力があれば別だ。気持ちの整理はよろしいですか。セラフを守るためあなたはこの中にいる外敵を排除しなければならない。それが聖杯戦争に勝利しムーンセルからレガリアを授かったあなたの義務。よろしいですね。不安なのはわかりますよ。何しろ相手は他に類を見ない怪物だ。ですがご安心を。あなたの指にはレガリアがある。レガリアはムーンセルの力そのもの。あなたはただ一心に中にいる怪物を消し去ればいいのです。仕方がないのです。強力なサーバントを連れてきてはここに着いた時点で敵に感知されてしまう。どれほどのトップサーバントであれムーンセルに作られたものでは幽星の先兵にはかなわない。勝算はただ一つ、怪物が目覚める前にレガリアの力で倒すのみ。そのためにあなたに来てもらったのです。あなただって負けると分かりきった戦いにサーバントを投入したくはないでしょ。中にいる怪物の寝息でしょう。やれやれ、全くおぞましいことこの上ない。ですがこれで私の正しさは証明されました。私とあなただけなら敵に気づかれない。寝首をかくにはもってこいです。この亀裂から侵入しましょう。物音を立てないよう細心の注意を払って。よろしいですね。